阪南大学高等学校は大阪府松原市河合2丁目にある私立高等学校。学校法人阪南大学が運営している。略称は阪南大校。高校は全日制の普通科を設置し、分離特進コース I 類、分離特進コース2類、総合進学コースの各コースを設置している。分離特進は2年から文系、理系がある。 1939年に2年生の大鉄工学校として藤井寺球場に設置された仮校舎で開校した。当時の公明の大鉄は大阪鉄道株式会社の社長が学校建設を支援していたことに由来する。1939年7月には南河内郡天見村大浅池内に移転した。1941年に5年生の 大鉄工業学校に改組された。学生改革により、1947年に新生の大鉄中学校を設置した。また1948年には大鉄高等学校として、普通科と商業科を設置した。新生高等学校への移行当初には、工業系の学科は設置されなかったが、1952年に、電気科、1953年に、 機械化が設置され、普通化、商業化、工業化を併設する総合性高等学校となっていた。その後、普通化は1956年に一時廃止されたが、1964年に再び設置されている。1986年に現行名の阪南大学高等学校へと解消したことを皮切りに、1994年法人名を変更し、 大鉄が消滅。校歌、政府化変更。2000年一部コースにて、男女共学。2002年新キャンパスに移転。2010年には、完全男女共学校になった。公式野球部は、過去に、大阪市学7教の一角を占める古号。選抜高等学校野球大会に5度、全国高等学校野球選手権大会に2度、内ベスト4が1回出場しており、 甲子園、通算球賞。下記の通りプロ野球選手も多く輩出している。近年は、系列の反乱大学同様、サッカー部強化が著しく、大阪府内の競合として君臨。全国大会への出場も増えている。ありがとうございます。